農の整備、溶排水路の整備、土葬改良、農道の整備、工地の集団化を実施することによって、労働生産性の向上を図り、農村の環境条件を整備することである。農林水産省や都道府県の公共事業として行われる。補助整備の様子長方形に整った水田補助整備は、各個人の農地を集団化する完治計画から、 分散工地を集団化するために互いに、工地の権利を交換する交換文合、米の生産過剰を抑えるために、水田を畑としても利用できる、要技術的な改良をし、水田の汎用化を図ってきた。現在では、将来の農業生産を担う形態の育成を、図りながら、高生産性農業の展開に必要となる、生産基盤を整備し、 食料自給率の向上に資することを目的とする、経営体育成基盤整備事業として行われている。事業の内容は、区画整理の他用排水施設、農道角度、暗居排水の中から2つ以上の基盤整備を、総合的に行うか、区画整理などと密接に関連があるか、一体で行うことで相互の効率が高まる事業を合わせて、行うこととしている。 またこの経営体育成基盤整備事業では、採択の際に農用地利用集積促進土地改良整備計画を作成し、採択年度より3年目から完了年度まで集積促進整備計画に基づいた審査を受ける必要がある。審査の結果計画達成の見込みがないと判断された場合は国庫補助の打ち切りの処置がなされてしまう。 補助の区画は、水田の場合、工作上の最小単位となる、高区と、北と呼ばれる水管理を適正に行い得る形状を、備えた最大の区画、農道によって囲まれ、2、北を1農区とする農区とで構成され、畑の場合は、農家の一所有団地の区画である、所有区、一連の機械作業の一単位となる区画である、航区、固定施設に囲まれた区画である北で構成される、 平地に近く広い地域を対象とする場合の区画は農業機械の操作性が高い長方形が基本型となる。既存の区画整理は 10R 程度のものが標準であったが近年機械化作業に伴い 30R から1ヘクタール程度の区画が一般的になった。また機械の大型化や航空防除の普及により短辺が80メートルを超えるもの。 長辺が200メートルを超えるもの、3ヘクタール程度の広大な区画も見受けられるようになっている。近年では、補助整備で整備された排水施設を利用し、田んぼダムとして周辺流域の治水を担う地域もある。補助整備によって期待できる効果は次の通りである。補助整備によって起こりうる問題点は次の通りである。ありがとうございます。